東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島、信藤円香です。皆さんは創業や起業を支援したりする東広島イノベーションラボ未来のを訪れたことはありますか？今回その未来の新たな取り組みを始めたということで、テーマはこちら、未来のの進化についてお送りしていきます。スタジオには笑顔がとっても素敵なゲストにお越しいただきました。未来のナビゲーターの今井さんです。今井さん、よろしくお願いします。お願いいたします。まず教えていただきたいんですが、はい、東広島イノベーションラボ未来のっていうのはどういうところなんでしょう？ありがとうございます。未来のは令和元年に開設されまして、これまで創業や起業を支援する創業塾というイベントでしたり、社会課題解決をビジネスとして目指す、エンジンというプロジェクトでしたり、それから学園都市であることを生かして学術的関心や先端技術に触れてもらうイベントをたくさん行ってきたというのがこれまでの未来のの施設です。東広島ならではっていう感じがしますね。はい、それでどんな新しい取り組みを始められたんでしょう？はい、なんと今年度からは平日と土曜日の10時から6時まで常に空いてるよという施設になることになりました。私たちのようなナビゲーターと呼ばれる相談員が常に常駐しておりまして、3人いるんですけど、どなたか1人、誰か1人はいつでもいるよという施設にリニューアルできました。相談体制が充実したっていうわけですね。はい、相談員の方が担う役割っていうのは何でしょう？はい、ズバリ一歩踏み出す背中を押すというところを目指しております。へえ、どんなふうに押してくださるんです？まずその人たちが悩んでいることとか今やりたいことをたくさん聞かせていただいて、一番合った一歩というのを応援したいなと思っております。例えばこのイベントに参加しようとか、このエンジンというプロジェクトに参加してみようとか、もう起業するよっていう方は近くに東広島ビジネスサポートセンターハイビズさんがありますので、ハイビズさんにご紹介したり商工会議所におつなぎしたりというところをやっております。目的や目標っていうのが明確になっていても、そこに向けてどんな風に進んでいったらいいかわからないっていう方にとっても心強い存在ですよね。はい、未来のはこれまでどんな方が来られましたか？はい、本当にいろんな方が来てくださっていて、学生さんから主婦の方、会社員の方もシニアの方もいろんな方が来てくださっています。そのうちの一人のシニアの女性の方とかは地域活動を行っていらっしゃって、自分が住んでいる地域をもっと盛り上げたいといろんなイベントをやられていたんですね。この活動をもっと継続するためにお金を集められないかというところで未来のにいらっしゃいました。イベントで参加者の皆様からお金を少しでもいただこうというところで、今は SNS の勉強をされていらっしゃいます。新しいチャレンジをされているんですね。はいはい、そして東広島は学生が多いですが、学生の方からはどんな相談が寄せられましたか？はい、学生さんは就職か起業かと悩んでいるという相談をよくお伺いしますね。学生さんからすると起業という世界ももちろん未知数ですが、就職という世界、ビジネスも未知数で、どちらにするかという基準も自分の中になかなかないという中なので、私たちが将来どんなことをやりたいのというところとか、学生のうちにじゃあ何をやろうみたいなところをお話しさせていただいて、一歩背中を押すというところを心がけています。とはいえですね、起業するっていうと難しい面もありますよね。そうですね、起業というと本当に難しいように感じるかもしれないんですけど、私たちは自分がやりたいことを実現する一つの手段が起業だなと思っておりますので、まずはいろんな今悩んでることとか、こんなことやりたいんだという思いをお話しいただけたら嬉しいなと思っております。それでは未来のを利用したいと思っていらっしゃる方、どうしたらいいですか？ぜひフラッとお越しいただけたら嬉しいです。本当に平日土曜日空いておりますので、いつでもお気軽にご来館いただけますと嬉しいです。はい、未来のを訪れることが最初の一歩というわけですね。はい、そうですね。はい、それでは今井さんのその素敵な笑顔を受け、今回のまどかの一言はこちらにいたしますよ。相談員の方によって描く未来が形になっていきます。今井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回もご覧ください。